アレクサンドル・プーシキン。アレクサンドル・セルゲービチ・プーシキン。1799年、6月6日、旧暦5月26日から1837年2月10日。旧暦1月29日は、ロシアの詩人、作家。ロシア近代文学の講師とされる。モスクワに出生。父親は、由緒ある家柄のロシアの地主貴族。母親の祖父。 アブラム・ペトロビッチ・ガンニバルは、ピョートル一世に長愛された、黒人奴隷上がりのエリート軍人であった。オジノは詩人であり、カラム人やなどの当時の詩人らが、プーシキン家に出入りしていた。プーシキンは、早くから文学に親しみ、またウバは、ロシアの民話や民謡に詳しく、彼に影響を与えた。ペテルブルク郊外のチャールス・コエ・セロー、現在は、プーシキンと呼ばれるにあった、リツイ。 学習院での公開試験で朗読した自作の詩、チャールス・コエセローの思いがデルジャービンに認められる。これを機に、その才能は、ロシアの文学界に広く知られるところとなった。1820年、最初の長編詩、ルスラーン・トリュドミエラを発表。次第に、政治色を帯びた詩を発表するようになり、文学的急進派の代弁者となっていった。それを疎んだ政府は、 1820年に彼をキシニョフへ送る。1823年までキシニョフに泊まった。その間、夏にカフカース、コーカサスとクリミアに旅して、長編詞やバフチサライの泉を書き、高い評価を得た。1823年にはオデッサに移り住むが、再び政府と衝突し、1824年に両親の住む北ロシア、プスコフ県村に送られる。 この時期に、シェイクスピアを愛読し、などの儀曲を書いている。1826年、皇帝ニコライ一世への嘆願が認められて、ペテルブルクに戻る。しかし、1825年に起こったデカブリストの、放棄の後の締め付けのために、デカブリスト、12月当院に友人を持つプルシキンは、北、ロシアにいた時期に書いた、などの詩を発表することが許されず、政府の監視のもと、 窮屈な生活を余儀なくされる。ニコライの創設した秘密警察である皇帝官房第三課は、長官、アレクサンドル・ベンケンドルフ伯爵のもとで、プーシキンへの監視を行った。結婚の前年の1830年には、にて、ロシア発の短編小説集、女子誌、陰文小説、エブゲーニー・ヨネーギンを完成する。1831年、 ナターリア・コンチャロワと結婚。プーシキンとナターリアの間には、1832年に、小説、アンナカレーニナのモデルとして知られる長女、1833年に、長男アレクサンドル、1835年にジナ、次男グリゴリー、1836年に、次女、ナターリア、孫は、ゾフィー・ホン・メーレンベルクの、軽二男二女が生まれた。1833年、 オラルト・オレンブルクを訪問。1836年、雑誌、同時大臣を創刊。ニコライ一世への強権的な先制政治の圧制化、検閲や発禁処分など言論への弾圧に反発した。同年11月、大尉の娘を第4号に発表。その後、定位の階級を与えられ、提出への出入りを許されるが、この申し出を、名うての美人で、 密かに慕う者が多かったと言われる妻、ナターリアを提出に出入りさせるためのものとして、屈辱と受け取った。プーシキンの進歩思想を嫌った宮廷貴族たちは、フランス人のジョルジュ・ダンテスを焚きつけ、ナターリアに言い寄らせる。やがて、プーシキンは妻に執拗に言い寄るダンテスに決闘を、挑み、1837年1月27日、 ペテルブルグ北港のチョールナヤレ地下で決闘を行った。この決闘で受けた傷がもとで、その2日後に池を引き取った。政治的な騒動を恐れた政府は、親しい者だけを集めて密かに葬儀を取り行った。遺体は、ミハイロフスコエ付近のウスペンスキー大聖堂の墓地に埋葬された。アップーシキンは、初めて作品の中に、積極的に皇后を取り入れて、 独自の語りの文体を作り上げて、近代文章語を確立し、さらに新しい国民文学をも確立して、後代のロシア文学に影響を与えた。ビッサリオン・ベリンスキーは、最初の国民詩人として、プーシキンを評価している。プーシキンの詩を知った詩人ミハイル・レール・モントフは、詩人の詩という題名の詩を書き、殺害者としての上流社会を告発した。 エブゲーニー・オネーギンの主人公・オネーギンは、ロシア社会に馴染めない青年の典型とされた。ヒロインのタチヤーナは、情熱的な女性で、貴族の出身でありながら農民文化の理解者でもは、その後のロシア文芸の女性像に影響を与えた。決闘によって死ぬ以前、プーシキンは、強運の持ち主として知られ、数多くの決闘で、自分は、一切打たず、相手に打たせ、 いずれも玉が外れ、当然のごとく笑って済ませていたという逸話がいくつかある、死ぬこととなる決闘においても、出血して怒りの行走だったのが、最後の方では周囲に笑っていたとされる。漁夫と魚の物語は脚色されて、金色の魚として、紙芝居になっている。南ロシアにいた時期には、バイロンの影響を受け、コーカサスの虜などの詩を作っている。 プスコフに移された時期からは、シェイクスピアの研究を行い、などに影響が見て取れる。プーシキンの作品のいくつかは、ロシアソ連の作曲家たちによって、オペラ化されている、などがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。